JJ チャンネル、興味深い、YouTube です。時々見ています。今日は、女性、サイコパスという番組をやっていました。JJ さんは、小池百合、サイコパスの恐怖を述べていました。サイコパスの特徴ですって、怖くありません？この下に、JJ さんのチャンネルを貼っておきます。興味持たれたら、見てくださいね。自分と、いわゆる所属している企業だったり、所属しているグループのトップが、実はサイコパスで大嘘つきで自分のことばっかし考えている利己的な人間だった。ところがそれを見破ることはできなかった人間であった。でも本当の裏側は、っていうことになったらですね、非常に恐ろしいですね。ということでですね、その辺の話をしたいと思いますけれども、まずサイコパスの定義ですけれども、サイコパスっていうのはですね、日本語に直すと人格障害、あるいは精神病質者っていうふうに言われてます。つまりですね、サイコパスっていうのはですね、もう言ったらね、病気なんですよ。病気ね。だから僕は彼女はトップクラス病気ではないかなと考察をしていますね。僕は勝手に思ってるわけだからいいでしょね。こんな東京のトップのね、公人の層ですね、これ一般市民としてね、彼女はちょっとサイコパス入ってんちゃうかなって言うてる程度の話ですから、それは構えへんの違うの、誹謗中傷でも何でもないと思いますよね。ごめんなさいね。でね、この女サイコパスっていうのはこういうね、7つの特徴があるんですけれどもですね、顔つきにね、はですね、特徴はですね、ほとんど目が笑っていないんですね。話してる時とか、こう笑ってるような顔してるんですけど、目は笑っていないね。これ女サイコ、小池百合子も垂れ目ですけども、目が笑っていないんですね。本当の人間っていうのはですね、優しい人っていうのはですね、どんなに怖い顔していてもね、目が笑うんですね。僕もメガネかけてますけど、本当はいつも目が笑ってる優しい人間なんですね。何JJ お前サングラスしてるから分からへんから、できたこと言うなよって言うと思う。すいません。はい。そこでですね、今この、お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ、お化けの友達連れて歩いたら、そこら中の人がびっくりするだろう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ、お化けの国ではお化けだらけだってさ。そんな話聞いてお風呂に入ろう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。